はい、皆さんこんにちは、坂木敦史でございます。11時半を回って今40分ですね。前場ですね、549円高で引けたんですか。まあちょい上げですね、1.54 ですから 1.45 か 1.45 ちょい上げですね。自民党の大敗北はどうやら織り込まれていたということですか。ようわからんけど、ドル円153.、ですね、643と。まあね、政治がそんなになんて言いますか、経済、政治が経済にそんなにえげつない影響を及ぼさないんですね、日本の場合は特にですね。政権が変わったからといってですね、方針がガラッと変わるなんてことはないですからね。はい。で、ですね、ドルウォンはですね、小忙しくなってきましたね。1387と。まあ、やっぱり1390だけは防ごうという感じですかね。いやー、な言うてもね、行くときには行くんですけどね。為替介入というのはですね、根本的なですね、相場操縦の手段にはならないんですね。だってやっぱり自然な流れってあるでしょう。それを多少のお金を使ってこう操作してもですね、プレイヤー多いですからね、そう外為市場っていうのは。だからですね、瞬間瞬間はできるんですけど、ただ瞬間だけの問題なんですね。はい、まあいいんですけど、まあ流れとしてですね、この1400に向かってます、今週は。はい。で本題はですね、この今世界の流れとしてはね、そのどういうんですか、中国製品を締め出そう、特にですね、その通信関係からですね、通信関係の部品から、部品でもないのかな、通信関係から中国製品を締め出そうというのは世界の流れなんですね。これドイツは2029年までに 5G ネットワークから中国製品を全廃へということになって、ドイツってですね、ヨーロッパの中で一番中国と、まあ、強いつながりがある、経済的なつながりがある国なんですね。そのドイツにおいてさえですね、この夏7月にですね、それを2029年まで5年以内にという条件付きでですね、やや後退したんです。実は2026年まで最初言ってたんですけど、トランプがファーウェイのことをやいのって言い出したのは、あれはですね、2018年のこと、2019年やったかな、2019年のことですね。ファーウェイがやばいとかって言い出してですね、中国がやいのって言い出したのは2019年の5月頃ちょうだいかなと思うんですけどですね、それからですね、要はバックドアがついてると。バックドアって何かというとですね、その機材、例えばファーウェイ のスマホであればですね、まあ、ファーウェイが僕ファーウェイ使ってたんですけど、私の通信内容を全部見ることができるわけですね。それは例えば中国共産党の政府がですね、ファーウェイにですね、榊の携帯がどうなってるのか、データ出せって言われたら、はーいって出せるわけですよ。それをバックドアって言うんですけど、あるいはですね、携帯みたいなもんではなくっても、なんていうか、データ、じゃあ、スマホ用の電波の発信機みたいなのあるでしょ、中継機みたいな。ああいうのもですね、要は、ファーウェイ製であればですね、そこで、その発信機を経由したですね、通信は全部中国政府に傍受される可能性があると。そういうバックドアもついてると。いうことでですね、その危険やと。情報は中国に漏れると。もう実はもうだいぶ漏れてると思うんですけどね。ありとあらゆるところからそういう通信、中国製品、そういう通信系の中国製品を排除せよというのが世界の流れなんですね。でアメリカではでもだいぶ進んでます。でヨーロッパでもですね、一番中国と親和性の高い、ドイツがですね、そういうことを真剣に取り込んでいて、まあゆっくりですけどもそうなりつつありますね。で何にもしていないのが日本なんです。だから日本の情報はですね、中国に取られ放題になってます。私と携帯も含めて。今年はあれに、この前、先月かな、モトローラに変えたんでですね、今の以降のは取られないと思うんですけど、でも多分これ、組み立ててんの中国でしょ、スマホって。なんか仕込まれてるかわからんって。
まあ別にね、私のですね、情報が中国政府に取られてもですね、別にまあ別に、やばいようなことは、あれを返しては言うてませんから、むしろこの YouTube で言うてるんちゃうかなと思いますけど、まあそれはええとしましてですね、日本政府がなんでね、それをやらないのか。多分ね、安倍政権であったらやってたと思うんですよね。日本もハーウェイというか中国危機をやめようという運動をですね、やってたと思うんですけど、まあそう、この2019年時点で、もう安倍さんは、安倍さんまでいたんか、4年前ですから、2021年までいたんですね。じゃあ2020年までいたのか。安倍さんが、安倍政権が続いていればやっていたよと思いますけどもですね、そう、もう安倍政権で亡くなりましたんで、あの後ですね。なんでですね、進んでません。はい。まあ別にいいんですけど、いいというか、良かないか。良かないけどもですね、排除すべきですね。なんと言いますかね、こう、中国って、っていうのは基本横島な企みを持っていて、その横島な企みをですね実行している国なんですね。まあもう邪悪な国だと、基本邪悪な国だというふうにですね考えるべきです。で、日本はですね、なんか知らないけど性善説なんですね。そんなことするはずないやんという前提でいくわけですけど、ちゃう。もう中国は基本的に性悪説で全てを見ていかなければいけない国なんですね。まあ日本はね、優しいしお人よしだし、もう騙されてばっかりですけどもですね、日本ももう十分に分かったと思うんですね。中国がどんな国かっていうのは、ここ10年ぐらい、20年ぐらいかな、分かったと思うんでですね、基本そういう考えで中国を見ていくべきであって、でいつも言うことですけどもですね、これから中国という国はですね、混乱してですね、王朝が崩壊に向かうわけであってですね、その過程でですね、何が起こるか分かりませんからですね、まあそういう機材を排除するのも当然ですけども、お付き合いをどんどん薄めていってですね、もう最終的には全員がですね、中国から引き上げるということが必要になってきます。もう、なんていうんですかね、対中間全体をですね、日本人は改めるべきなんです。いや、そのね、これレイシズムで言うと違いますよ。いや、事実関係を見てですね、そうあるべきというふうに言ってるわけであってですね、もう変な幻想を持つべきではないですよね、あの人たちに対して。もちろん中国人全員がね、横島な連中やとは言いませんよ、全然そんなことないですよ。ただこの国全体として、あるいは彼らと最初に出会って付き合うときには基本そういう目で見ながらですね、付き合いを始めるべきだと思います。まあ全然人や組織によってはそうじゃないのも稀にあると思いますよ、稀にね。でも基本的にはそういう横島な企みを持っている連中というふうに見るべきでしょう。はい、ということで、ですね、これを貼っておきましょう。ドイツ政府2029年までに 5G ネットワークから中国製部品を全廃へというタイトルの記事ですね、を貼って、のアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。